6月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと、イスラム思想研究者の飯山明りさんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。訪日客の受け入れ再開から1年、年間2000万人ペースで回復。参院のドン、青木幹夫元官房長官が死去。 ウクライナメディアが、ロシア軍が東部でもダムを爆破したと報道。岸田総理、衆議院解散について情勢見極めると説明。LGBT 法案与党案の修正案、衆議院本会議で賛成多数で可決。NATO、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドと新たな協力計画。トランプ前大統領出廷。 陸上自衛隊自動小銃発射事件3人が死傷アメリカブリンケン国務長官中国を訪問政府交換と会談へ北朝鮮ミサイル2発を発射石川県沖の EEZ 内に落下岸田総理今国会での衆議院解散見送りを表明こういったニュースを取り上げましたえさて今週の聞きどころです6月15日木曜日に 青山茂春さんと峰村健二さんダブルでご登場いただきましたけれども、お二人のそもそもの接点から、峰村さんが注目した中国習近平国家主席の琉球発言のニュース、中国の狙い、戦略について解説していただきました。それでは今週のプレイバック。 さあ、まずは、この青山さんと峰村さん、お二人の接点というかね。もう今でもこれ、緊張してるんですけれども。緊張してますか私、自民党の部会によく呼んでいただいて、いろいろちょっと濃厚な台湾のお話とかさせていただく機会があるんですが、必ずですね、今、番組見ないでください。私喋ってる、この一番目の前にいて、私一応お話をした、終わった後にですね、 最初にもう青山さんが手を挙げて。はい 今日の話は非常に素晴らしかった当時まだ私 A 新聞にいたものですから朝日新聞顔それであんな素晴らしい話をしたにもかかわらずどうしてこんな新聞社にいるんですかってずっと言われてずっと言われてずっと毎回それをこんな新聞社って言ってない朝日新聞にって言っただけでまず「浅井新聞にいるんですか?」って言われて結構そういう意味では私が転身する背中を。 押していただいたっというのがもう今日その話をしたくてしょうがなかったんですけどもまあ朝日新聞は論調はともかくとして、うん、記者をしかも清潔に鍛える会社なのは間違いないんですよおお清潔に鍛えるいわゆる懇談費の請求ができない唯一のマスメディアあそうなんですか、うん、どっかの幹事長とご飯食べたから領収書を出してうんぬんが朝日一切できないんですよ あ、できないんですか結構厳しいですね。へえ。それからやっぱ文章とかもよく鍛えますよね。と言いながら僕の友達で全然記事書けなかったやつもいたけど。まあでも、やっぱりよく鍛える会社ですよね。あ、そうですね。そこはありますね。うん。やっぱおかしいのは上層部なんで。現場の記者の皆さんはっていう。まあ苦しんでる人もいますよね。ミニマラさんは本当に。はい。 あの、先日ながら僕と現場主義ってとこが似てるし、ですそれであの、チャイナに対しても本当に現場を踏んで、皆、はい、村さんにしかできない報道を何度もやってらっしゃるんで、お世辞僕は言わないんで、ん朝日で鍛えてもらったことを基礎にして、自由になられたらっていう意味です。ありがとうございます。 でね、今も様々記事論校出されていらっしゃいますけれども、まあその中で夕刊富士でも連載をされていらっしゃって、えー、この間は、 え、中国が、習近平国会主席が琉球発言というね、えー、記事がありました。これ、ここへ来て、なんかいろんな新聞がおかけ出しましたね。いやもうようやく。てか、逆になんで今北京にいる記者たちは、これ気づかないんだと。うん、一面なんですね。人民日報一面に、琉球って習近平が言ったって、これすごい私も、もう椅子から転げ落ちるくらい驚いたのに、<laughs> あれ日本のメディア見たらどこも書いてないんですよ。<laughs> 書いたら追放されるからっ、ね、あ、そういうことですかね。<ー> <laughs> そういうことですかねって、皆野さんが一番知ってんだけど。<laughs> 私ももう、 もうしょっちゅうあのビザをまあ延長しないぞと言われ脅され続けたので、あまりよく分かんないんですけど、いや、そういうの本当ね、これ、ぜひ、相葉さんもお話伺いたいんですけど、これ、もうかなり早い段階からおっしゃってたじゃないですか、沖縄のこの沖縄危ないよって話っていうのは。そうそう、僕自身がまああの民間専門家の時に、米人北京とか上海とかで、特に軍と、それから共産党系の人と議論したときに。 沖縄って絶対呼ばなくて琉球って呼んでんいや僕は琉球って呼び方も大好きですけどいずれにしろわざわざそうやって呼び方を変えてあの我々のものだと中国海軍の大佐とか将軍まではっきり言ってた<ー>海軍の関心事ね前からうん,うん尖閣のみならず、うん、あのね周りの圧力に弱い国だからチャイナは、うん、はい、えー、日本は海挟んでとっても強敵で聖徳太子の 時だから特にプレッシャーをかけて、バッファゾーンっていうすに、干渉地域みたいなのを作ろうとするんですよ。で、中国ってもともと軍事力弱いから、作法って言って、直接占領じゃなくて、いわば精神的に支配するってことをね、調校させて、貢がせて、皇帝に。はい。その対象で見てるんですよ。うん。だからそこでいつも激しい言い合いになりましたけど、やっぱ言い合いからしか、 本音は出てこないので中国軍の中にも、はい、こう日本のこと好きって人は実はいましたしね。一番偉い人で言うと峰,峰,峰村さんの前で先日だけど朝鮮戦争で休戦やった時にね中国の。うん まあ人民勇軍って言ってましたけどあ、はい、そのトップだった将軍が出てきても,もちろん退役将軍ですけど <laughs>、えー、当時でも、はい、で1日目、まあ、彼は英語できなくて通訳、えーえー、入ってやってたんですけどすごく率直に、えーえー、例えば共産党青山さんはこれから共産党と会うだろうけど共産党が何を言おうが、うん、我々私の目が黒いうちはう朝鮮半島に行かないと。 そこまで,い、うん、言ったで言い切るそ,うそしたら2日目になったら通訳の女性いなくなって陸軍大佐っていうのがあの突然通訳だって現れてしかも英語も日本語もほとんどできない人が通訳だって現れてでは監視してるんですよ、うんえー、面白いですね人間社会なんで共産党だからといって絶対一色ってわけでもないんですよね、えー、は こんなん、峰村さんのほうがもっとご存知だと思う。うん、まあ、その、なんか、急に美女の通夜が現れたりとかそういうのよくありましたけど。そういう、こう、ハニートラップ的なものっていうのはあるんですね。あの、ありましたね。僕もホテルで襲われましたよ。襲われた。この話してたら番組終わっちゃうけど。いやいや、襲われたっていうのは、あの、マッサージ頼んだろ、日系のホテル。で。え。あくなったけど、新鮮あの、穴系のホテルあったありました、ありました。はい。で、マッサージ呼んだら、すぐ 来たのが、だっておかしいし、念のため、あの、スコープ、鍵を開けずに、ドア開けずに。チェーンの向こうから見たら、マニキュアが見えたんで、ほこれはもうそのつもりだなと思ったから、ドア閉めたらもうランダされて、電話がいっぱいかかってきて、入れろ入れろで。入れたら終わりですよ。 もうもう、もう写真撮られるだろうです、ね、ると、皆、うん、さん、記事の中でもこの、まあねあ、その当時から青山さん、今、琉球という言葉を使ってらっしゃった、の言葉の使い方に意味があるんだというふうに指摘されてましたね、はいうん、特にこのトップですね、今、14億のトップのいわゆる独裁者がです、ね、それだけ言ったっていうのは、これ、みんなピリッとくるわけですよ、うん、あこれをたちもやらなきゃいけないと思って書いたんですけど、うん、案の定、これ、翌2日後から、もう中国メディア、大キャンペーンです。 そもそもあの沖縄処分というのはあんなものは日本が武力によって脅し取ったんだと新,か新国から脅し取ったんだみたいなこうキャンペーンを始めてで来月にはえ玉城え沖縄知事が訪中するとこれはまさにこの日中関係の中の一筋の巧妙なんだみたいなこういういうキャンンペーンをこう始めてるんですねもうそう考えても完全にこれはもう世論戦がもう始まっているということですね。 はいでまあ、そこには当然、沖縄には、まあ、アメリカ軍の基地もあって、台湾を考えると、ここがとても重要だという一連の文脈の中に位置づけけられるわけですか、うん、あのよくこれも私、議論したことがあるんですが、別にわれわれは沖縄を占領するつもりはないと、よく中国の人言中国が言ってる、そうは分かってます、さすがに、はい、ただ、やはりその台湾有事とかを見たときにも、一番の前線基地が沖縄であると、でいざとなったときに、そこの中がぐちゃぐちゃといろいろしてくれれば、もうそれだけでいいっていうのがそらく本音なんだろうと。でも究極的にはその 一番邪魔な沖縄にあるる米軍基地が出てってっくれるこれが一番理想的な姿、うん、最終的な戦略目標なんだろうということですねうんそれを沖縄の世論によってやろうとしてるということはやはりそこは世論強いですね、<あ>世論から例えば反戦デモをやるとか、うん、反基地デモをやるっていうのは、これ一番、うん、なんですか、まさに戦わずして、一番勝つやり方ですので、<ー>このあたりはもう,もう共産党、何十年もやってるやり方ですね。 青山さん。はい、あの、かつて、夕方の番組でご一緒していたときに、うん、前の前の県知事になりますか、中山,山さんを、はいうん、ね、えー、来ていただいて、そう。議論したことがすね。僕が電話して。で、あのときに、青山さんと中山さんの中で、はい、うん。その当時もあった、今もある、琉球独立論、沖縄独立論というものについて、はい、あれは酒飲み話なんですよね、というような話もありましたけど、今、だいぶ変わりましたその辺とどうなんでしょうか。 いや基本的には変わってないですけど、うん、まあ中山さんがおっしゃったのは、酒、はい、のみ話って表現ではなくて、はい、まあロマンなんですよね、ロ<ー>おっしゃったんですよね。<ー>ただね、今、峰村さんが世論戦とおっしゃったのは、はい、リスナーもご存知と思うんですが、中国軍というのは戦闘よりも、世論戦、心理戦、法律戦っていうね、戦わざる戦争を重視してて。はいはい 福岡の野球のドームの端向かいに中国の総領事館がありますが、そこの総領事が沖縄に入って、はい、そして沖縄の華僑の人々を集めて秘密会議をやって、<ー>でその中での目標は、皆村さんが正確に言った通り、米軍を叩き出すこと、代わりに自衛隊来ても、自衛隊だったら憲法9条があるんで問題がないと。 中山さんはもともと先祖は大陸から来た人だから。ねはい、ところが愛国者ってダメだから、はい、それで、えー、自由民主党に不満を持ってる尾長さん、長橋町に働きかけろって工作を指示した、<ぁ>その議事録を入手しまして、これ公の場で今まで僕し話してるんですよ、はい。だから、まあいつ、いつ何時僕に何があってもおかしくないけど、 でも、あれで、その議事録、生のやつを見て読んで、はい、議事録っていうのは、要するに、出席者のうちのどなたかがね、はい、記録したものかもしれないって言ってます。本物です。本物であることは、23時に確認しました。うんだから、もう一回言いますかね。村さんの言った通り、米軍を出ていく目的で、世論を作り、はいえーで、そのために首長選挙にも介入し、は世論戦、心理戦、プラス法律戦っていうのは、生半可なものじゃなくて、それも基本的に、 あのー、将来の台湾併合の目的があるわけで。で、一つだけ、あのー、稲村さんと意見が違うわけじゃないんだけど、はい、あのー、尖閣諸島はご存知の通り、沖縄県石垣市の尖閣諸島なんで、はいうん、尖閣については、武力占領はあり得ます。 沖縄本島を武力で占領するっていうのはさっき言った通り、うん、作法の歴史だから、はい、中国軍もともと弱いので、うん、今もう物量があっても、実戦経験ゼロですから、陸海軍は。うん、陸軍があっても、ベテランで負けてるわけですからね。うん、でこれ、この間5月に米軍の太平艦隊と話した時にも、 中国に実戦経験がないってことを非常にまあ重視してますよね。米軍は実戦経験の良くも悪くも塊なんで。うんそうですね。うそうでしょう、ね、自衛隊も実戦経験ないんですけど。あ<ー>ただ、日米の訓練っていうのは実戦をもとにしてるから、非常に中身が詰まってるんですよ。はい、中国がそれを警戒してるから、特に沖縄に対して関心が強いので、はい、だから、峰村さんが夕刊富士で指摘なさった、習近平国会主席が琉球って言ったら大変なことだっていうのは、 台湾を本気で取りに来るっていうサインの一つっこの後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。 日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。いよいよ来週に迫ってきました。6月25日日曜日15時午後3時開演東京国際フォーラムホールへ飯田工事の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムのお知らせです。金曜日に昨日発表しましたけれどもイベントの世界配信が決定しました。 えー、飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、えー。本当におかげさまでイベントの会場チケット多くの方にお買い求めいただいています。本当にありがとうございます。で、あの、販売予定枚数完売間近になっています。で、そのイベントの開催情報を発表してから遠くにお住まいの方ですとか、と海外にいらっしゃるリスナーの皆さんからイベントの配信できないでしょうかというお声をあの、たくさん 寄せていただきました。そこでイベントの開催までおよそ1週間に迫ってきたタイミングではあるんですけれども、配信チケットをご用意いたしました。配信チケットの販売始まっておりまして、価格は税込4400円。7月2日日曜日の日付が変わるまでアーカイブ視聴が可能になっています。 配信期間内は何度でも繰り返しご覧いただけます。え国内はもちろんなんですけれども、公式 YouTube やポッドキャストでこの番組をお聞きいただいている海外にお住まいのリスナーの皆さんもお買い求めいただけます。一部配信チケットをお買い求めいただけない国外の地域もございますので、え詳しくは配信チケットの購入ページご確認ください。飯田浩司の OK 工事アップ、放送開始5周年を記念して開催する討論イベント。 激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、議論するテーマは大きく分けて政治経済と外交安全保障です。政治経済は須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、高橋洋一さん、飯田恭之さん、佐々木敏直さん。外交安全保障は須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、峯村健二さん、小泉優さん、高橋杉雄さん、東野厚子さんが激論を繰り広げます。 さらに、飯田孝二アナウンサーと自由民主党参議院議員青山茂春さんの対談コーナーもあります。豪華論客が一堂に会する国内最大級の討論イベントです。開演時間は日本時間の15時、午後3時からです。ぜひ、配信チケットをお買い求めの方もリアルタイムでイベントにご参加いただきまして会場の熱気を体感していただければなと思います。 会場チケットももう少しお席ありますので、お時間ある方はよろしければこの機会に足をお運びください。詳しくはイベント公式ホームページをご確認ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。6月18日日曜日、アメリカのブリンケン国務長官が中国を訪問。6月19日月曜日、 天皇皇后両陛下がインドネシアのジョコ大統領夫妻と会見。6月20日火曜日、定例閣議。ドイツと中国が政府間協議を開催。6月21日水曜日、通常国会会期末。4月27日、28日の金融政策決定会合を議事要旨発表。5月の訪日外国人数、発表。 6月22日木曜日。イングランド銀行金融政策委員会が金融政策と議事録を発表。スイス中央銀行が金融政策を発表。アメリカインド首脳会談開催。6月23日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。沖縄全戦没者追悼式。 5月の全国消費者物価指数発表6月24日土曜日 G7 男女共同参画女性活躍担当省会合を開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します6月19日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん20日火曜日地政学戦略学者の奥山正史さん21日水曜日 ジャーナリストの佐々木俊直さん。22日木曜日。明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。23日金曜日。外交評論家で内閣官房参与の三宅國彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田工事の OK 工事アップぜひお聞きください。そしてもう一つ、来週のプレゼントのお知らせです。 健康マヨネーズからビシャガケ3本セットを毎日5人の方にプレゼントです。お好きな料理や食材にお好きなソースをビシャッとかけて楽しむのがビシャガケ。そんなビシャガケをするのにおすすめの商品として、芳醇なバターと程よいガーリックが香るガーリックバターソース。トマトの濃厚な旨味にスパイスを効かせたジャーマンカリーケチャップ。 まろやかな甘みの蜂蜜と香りの良いマスタードがよく合うクッキングソースハニーマスタード健康マヨネーズオンラインショップ売り上げナンバーワンにもなった大人気セットです来週はこちらこのセットを毎日5人の方にプレゼントですぜひご応募くださいこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんです オッケーコージーアップ週末増刊号ジャーナリストの有本香里ですこの配信は 日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手はイスラム思想研究者でモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師麗卓大学客員教授の飯山あかりさんですよろしくお願いいたしますお願いします。今月の配信では中東をテーマにお話を伺っていますが今回は今年に入って報じられた直近のニュースから中東情勢について 飯山さんにお話を伺っていきますまずあのニュースいくつかちょっとピックアップしたいんですけれども今年の3月にサウジアラビアとイランの外交関係正常化、まあ、これに向けた合意が発表されたと。であの前回までですね、まあ、あの中東とはどういうところか、まあ、どんな大きなそのあえて単純化して分けると2つの陣営がありますよと。 まあ比較的その西側ともですね、一定の価値観の共有を見てるところと全くそうじゃないところ。で、それに対して世界の大国がどう付き合っていっているのかっていうことから、今回ちょっとニュースを、おについて教えていただきたいんですけれども、はい、このサウジとイランの外交関係正常化、これまるであの日本のメディアはですね、なんかアメリカ抜きでもこんなことできてるじゃないかみたいな、そういう伝えられ方だったんですけど、はい。これはどう ご覧になってますあ、ま、これはですねその日本のメディアの伝え方ですねつまり中東っていうのはもうあのアメリカが影響力を及ぼせない地域に既になってしまったんだと、うん、でアメリカに代わってあの大きな力を持つようになったのは中国なんだとそれを象徴する出来事だっていう、うん、あのそういう伝えられ方があのされていたと思うんですが、うん、これはですねあのまさに中国が 世界のみんなにそう思ってもらいたいとい。うん、あの、その見方そのものだということです、ね、<laughs> 中国のプロパガンダですね、はい。そういうことですね。それはまたやっぱり実態とはあの違うわけで、うん、そもそもですね、じゃあそのサウジアラビとイランっていうのは、じゃあこれまでどういう関係にあったかっていうと、これはあの、何回も何回もですね、その国交、国交というかまあ外交関係を正常化したり、 断絶したり、正常化したり断絶したりというのもずっと繰り返してるわけですね。で、その流れの一環で、まあ、一応なんか今回はちょっとあの中国に花を持たせてあげようかなという感じで、今回は外交関係を正常化させたと。まあ、もちろんなんでじゃあ中国に花を持たせる気になったかというと、中国からサウジアラビアに対して、 いいお話があったからなんですよね。では、うん、だからそれは、あの、その取引の一環であって、それをですね、あの、あたかもですね、もうこれはもう中国の時代が来たんだ、みたいな。中国がもう一言口を聞けばね、もう魔法のように中東の問題というのはさーっと解決されて、うん、もう中東は平和になるんだ、みたいな感じで理解するのはもう大間違いだってことですね。うんうん まあ、要は、その、そのように伝えたい。つまり、中国のプロパガンダに乗っかるようなね、形で伝えたい人たちの、もしかしたら本心は、もうアメリカの時代終わったよ、みたいな。そういうことを言いたいってことなんですかね。そうですね。これは、あの、まあ、前回お話ししましたが、その、専門家というふうに言われる、まあ、中東に関係している、まあ、研究者、 の中にはですねあの反米的な思想を持っている人がまあ極めて多くて<ー>やっぱりあのなんだかんだいろいろな世界の事象とつなぎ合わせて、うん、もうアメリカは終わったんだっていうふうに言いたがる人が非常に多いんですね、うんで。そういう人にとっては今回のこのサウジとイランの,その、えー、関係正常化にあの中国が仲介役を果たしたっていう。 その、まあ、まあ、事件というか、事案っていうのは、まさに、こう、願ってもない、ネタだったと。うん、なるほど。これはアメリカ終わったっていうふうに言うには、非常に好都合な、こう、出来事だったっていうのがあるんですね。うそうすると、これまで、えー、何回となく繰り返されてきた、その、サウジアラビアとイランの、まあ、関係、修復、で、また仲悪くなるみたいな。で、その、たまたま今回はその展開の中で、でまあ、サウジにとっても、イランにとっても、お客様だから。 そうですね、もう上得意の一番の最上顧客なんで,で中国が、はい、まあちょっと中国に花も出しとくかみたいなそうですでチクッとちょっとアメリカにもちょっと俺たちこんなこともやってるよみたいなそういうのを見せとこうかなってそんなぐらいの感じなんですねうん、はい、なるほどでこれねまあ中国にとっては相当メリットがあるはずなんですよね、はい、そのプロパガンダ戦において相当メリットがあると思いますでさらにですねまあちょっと他のニュースも触れるんですけど スーダンでいきなり紛争が起きました。ちょっとあれびっくりしたんですけどね。で、ここで、その、ま、国軍と、ま、準軍事組織っていうんですかね、RSF というね。まあ、これが対立していきなりドンパチ始まってしまったと。で、日本人も逃げる逃げないって話があるんですけど、これと、その、ま、中国、ロシア。こういう国々とのこの関係というものもまたあるわけですかそうですね。あの、あるんですけれども、うん スーダンの問題はですね基本的にはスーダン国内のスーダンという国を誰が支配するかっていう、うん、そういうあの権力争いだと、うん、覇権争い、はい、そうですね、うん、考えた方がよくって、うん、あの中国とあのロシアもいろいろな形で関係しているんですけれども、うん、どちらの側かに中国とロシアがついてるわけではなくて両方と関係しているんですよね。スーダンいいいうのはあのい、まあ、いろんな国に囲まれているあの、まあ 航海にね、あの、面しているアフリカの、あの、一番、あまあ、東側に位置していて、まあ、いわゆる中東って言われる地域とアフリカの、こう、結節点にあるんですね。で、あの、攻撃をするにも非常にいいところにあって、はい、まあ、あの、まあ、昔からですね、戦略的な要衝というふうに言われている場所なんですね。で、 スーダンに、まあ、利権を持ちたいというあの国はいっぱいあって、うん、もちろん中国もそうだし、ロシアもそうだし、あと中東の、あの、例えばサウジアラビア、まあ、対岸にサウジアラビアがあるサウジアラビアとか UAE とか、まあ、あと北側に、えっ、ー、と、まあ、エジプトがあって、西にエチオピアがあるとかね、そういう、あの、いろんな国が、まあ、スーダンと、あの、関係を、いろんな関係を持っているんですが、うんど その今、スーダンで戦っているどっちの側とどこの国がもっぱら結びついているというような関係よりはどこの国とも両者ともつながっているという感じなんです、ねうん、よ<ー>ですからあの今はですね、うん、みんなその状況分かっているので、うん、これどっちかにどこかの国が肩入れしちゃったらこれも内戦も大変なことになっちゃうんですね。うんうん、つまり火力があの、うん、アップしちゃうんですね。だから みんな、関与しないようにしよう。で、ちょっと様子見。そうなんですよ。うん、で、今そういう状態で、ええ、もしかして。うん、今戦っても、どっちか優勢、これもこっち勝ち目があるなって。見えてきた時に、うん、国際社会がですね。一斉にそっちをばあってこう、まあ、一気そういう可能性は。あるという。うそういう、そういう、まあ、そういう、あの事案ですね。ええ、ね。いや、あの、まあ、スーダンの、その、まあ。 要要としてのの重要性っていうのも非常によく分かりましたで,さらにですよこれあの、まあ、今たまたまねヨーロッパでは、えー、ロシアがそのウクライナに対して軍事侵略をしたとでまあ力による現状変更だよねっていうことで国際社会、まあ、西側を中心にした国際社会はもう大非難あるいはそのウクライナ支援を力を入れていて、まあ、先だってのはの広島サミットでもですねそれを確認したと。 いう状況なんですけど、これ中東の国々はどういうふうに見てるんでしょうね。まあ、た中東の国々につってもいろいろ、先ほどからのお話でありますけど。どんなふうに映ってるんでしょうね。はい、あの、中東諸国はその、ええ、ロシアによるウクライナ侵攻問題に関しては。うん、基本的にはみんな、うちの国は中立ですというふうに。言ってるわけですね。うんええ、で、中立っていうのは具体的には何かっていうと。 これはですね、あの、ロシアをそんなに非難しないってことなんですね。<laughs> なるほど。つまり、ロシアは悪いじゃないかっていうふうに、まあだから、例えば日本がそう言ったり、あの、ヨーロッパが言ったりしているような形では、ロシア悪いじゃないかっていうふうに、非難は基本的にしない。うん。あと、ロシアに経済制裁はしない。ロシアと今まで通りに付き合う。うん、あるいはロシアは、まあ,あの、の西側諸国のお客さんを失っちゃったんで、ロシアから、 物を今まで以上に買う、うん、ロシアとの交易関係を今まで以上に強化する。うん、まあこれがまあ基本路線ですね。うん、あと買うものあるのかしらありますよ。資源ですよ。西側はね確かにあのロシアから天然ガスだとか、はい、そういうもの買ってましたけど、はいはい、中東の人たちはそれ自分たちも持ってるから別にいらなくないですかね。だからそこで買ってあげるんですよ。えあえてね。そうで ロシアの、例えば、あの、あの、ガスとか、えっと、石炭とか、あの、石油でもいいんですよ。それを買うわけですよ。中東が。はい。買って、売るんですよ。ああ、なるほど。つまり、その、迂回してあげること。迂回することによって、なるほど。だからでロンダリングみたいなもんですよ。へえ。ころをロシアじゃなくさして、売ってあげるんですよ。だから、そういう、あの、便宜供与を図って、 ねであとまあ中東もあの資源がない国っていうのはこうあるので資源を買っているところもあるし、うん、あとエジプトなんかはあれも穀物ですよ。あ穀物ね。そうなんですよ。<ー>あのロシアっていうのはかなりあの小麦をたくさんに生産している国の一つなのであのまあ食料をまあロシアから買うっていう国も結構は あとはあの観光客ですね、うん、ロシアから来る観光客を受け入れてあげる、うんまあ、いろんな形で、まあ、ロシアにあの便宜供与を図っているっていうのがあの実は一方その今小麦って話ありましたけど、まあ、ウクライナも小麦の大産地ですがウクライナと中東諸国においてもそういう貿易関係というのは 結構ああるんですすかねありまエジプトなんかはもうウクライナとロシアからこれまで小麦をもう圧倒的にたくさん,んあの買ってきたんですね。でただあのウクライナの小麦をこう輸出させなくしているとロシアが。はい、で、えー、まあなんかあの、まあ、トルコが仲介してあの輸出できるようにしてるんだとか何だか言ってますけどでも実際あの輸出量が大幅に減ってるんですね。で 減った分をどこから買ってるかっていうと、やっぱりロシアから買ってるんですね。なるほどね。で、あの、ちょうどね、その広島サミットが行われる直前に、ゼレンスキー大統領は、アラブ連盟の首脳会議に出席してましたよね。で、これだけ見ると、あなんかアラブの人たちも、ちゃんとウクライナを支えていこうとかね、あるいはやっぱりロシアのやってることは、良くないんじゃないかという立ち位置かなとも思ったりしたんですけども、 必必ずずししももそそううじじゃゃなないい全然ですね、うん、あの一応ゼレンスキーさんは、うん、えっとそのアラブサミットで、えー、あの演説をするあの機会っていうのをもらって演説してでその時になんかこう「あんたたちあんたたちのね国の中にねこうロシアの侵略にねあの見て見ぬふりしようとしてる人たちいますよね」とか言って批判したりとかしたりして。 で、あの、まああの、それをね、なんかみんな神妙に聞いたり、まあ、まあ、あの、アサドっていう,うシリアの大統領なんかなんかもうこう、<laughs> 自分聞くもんかとか言って、あの、もうイヤホンも全部外しちゃって、もうこんな、こんな、こんなでこんなこんなこんぞり返っちゃったりとかして、うん、ま、聞かないぞっていう姿勢を示したりとかしてるんです,ア,ですアサド氏はもうロシアと別ですからね。ですからね。だから、うん、まあ、アサド、だそういうシリアみたいに、まあ、うん、ロシアに支えられて政権を維持してきた国っていうのあったりするのね、アラブ諸国の中には。必ず 私もあのゼレンスキーを招いたからといって、うん、それはあのアラブのゼレンスキー寄りの姿勢を示してるわけではなくて、うん、これはあのアラブサミットを開いたあのサウジがですねゼレンスキーさんを呼んだわけですけど、うん、これはんで呼んだかっていうとこれはあ,のあらゆる陣営の声を聞くことが大事だと思ったから、うん、呼んだんですというふうにこう言ってるわけですね。<laughs> でじゃあそのサミットが閉会するときに実態宣言っていうのを採択したんですけど、はい、そこでじゃあ,あのじゃあ,あの えー、ウクライナ支援について何か言及したんですかっていうと全く何も触れてないああ<ー>だから一応呼んで話は聞いたけれども、うん、まあまあそれだけですよっていうことなんですねなで一応聞いて、うん、いやうちはちょっと中立ってことになってるので中立ポーズを取らないといけないと、ね、いうことなんですよね 今月は麗澤大学客員教授の飯山あかりさんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。OK コージーアッ週末増感号。 あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。